どうも、見取り図です、僕たちは和歌山県の西室郡というところに来ております、はいはい、なぜここにいるかと言いますと、この辺りは林業、林業ビンゴーみたいな林業貧乏すごい盛んな地域なんですよ、ね、はいはいはい、で僕はあの母親が和歌山ですから、お血が騒いでおります。あ、マジで、はい、私は串本というとこ出身ですが、白浜もよく来てましたんで、これは逆にちょっとこう田舎すぎるというか、すごいなお前いやいや、昨日俺がどこで飲んだとかしてる、どこで飲んだ、飲んだか聞いて、どこで飲んでたの、六本木、六本木、六本木、そんなやつが西室郡に来んなよお前も岡山の和気郡出身やん、まあまあ、西室郡にこの髪色一人もいません、俺やろ、逆に俺で怖いんでやめてください、田舎ヤンキー多いから、はい、まあ、今回はですね、その林業を通じて、はい、誰も見たことのないワイルドでかっこいい見取り図を見てもらおうという企画でございます、はいはい、うん、ということで今日一日、案内してくださる方、来ていただいております、こちらの方です、どうぞ。誰だ、どうも、どうも、どうも、南紀森林組合から地位吉高さんです、どうも、南紀森林組合の地位と言います、よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、こんなにかな、地位さん、こんなに、いや僕距離が近い方がいいよ、ね、いいですね、やっぱりね、距離を近く持っていきましょう、いいや、地位さんは何されてる方になるんですか、はい、あ、基本的に林業の仕事を山でやっております、もうこの辺りで、そうですね、あの僕が住んでるのは小沢川町という、だから俺はすぐ近く、橋本町の橋本近くですよね、いやだからなんかこう血がグツグツするチーさんが近づいてきたら長いな、チーさんは絶対車に行かれない服着てますそうですね目立つやつ、はい、これ以上泣いてぐらい目立ちたいと思います、目立ちましょう、だからもう林業盛んですか、はい、あのこれだけやっぱり山がたくさんありますんで、山もあって海もある、はい、いい地域ですよ ね、 山、海、川、全てがあります、ね、はい、でこの和歌山県こちら何これ、農林大学林業研修部、はい、というのは一体何ですか、うん、ここで1年間、はい、林業の基礎をみっちり勉強していただいて、はい、で和歌山県下の林業の会社に就職してもらうと、で和歌山県の林業を支えてもらうと、なるほどなるほど、そういう人材を育成する大学になります、そういう学びの場でもあるんですね、そうです、もう就職率は 100% です、なんかスキャンダル出たら来よう、ここに絶対ここに来よう、まず1年通うねもちろんもちろん、それ頑張るよ、で、はい、今回僕たちは何をすればいいですかね、はい、そうですね、はい、今日はですね林業でお二人対決してもらおうかなと、なるほど、いいじゃないですか、しかも最高の天気ですからね、確かに暑すぎて、はい、汗止まらんですもんね、俺今花鹿さんと喋ってるからもうほんまな、小福亭の人じゃないですよ、林業、さあということで作業着を着させていただきました、はいはい、すごい山、ね、山の中入ってきましたが、ちいさんこちらでは一体、はい、ここではまずね、はい、林業の、まあ、一番醍醐味というかね、はい、基本となるあの木を切る抜刀ですね、まあ、イメージありますよね、はい、今お持ちの、そうですね、チェーンソーで抜刀をしたいと思いますので、それをちょっとまず見てもらおうかなと思います、はい、どの木を、一応今回予定してる、予定したのはこの木です、え、この木になります、え、ちょっとヒノキですね、ヒノキ、はい、これ切っていいんですか、いくらでも切っても構わないですよ切り放題切り放題です、これ何メートルあるんですか、これこれでどうでしょうね、大体多分20メートルあるかないかぐらい、こんぐらいのサイズで樹齢はどうだと思います、これでね多分5、60年ぐらいだと思います、切っていい、はい、大先輩を切るわけね今から、はい、じゃあちょっとエンジンかけますね、うわ生で見るの初めて、おお、とんでもなくヒノキの香りする、おーおーおーおお、かっこいい、ちいさんこっちに倒れてこないでしょうね、確かにこっち行ってもうたらなんかこっちに来そうなんですけど、うん、大丈夫です、任せてください、かませんよ、そしたら今これでもう木を切り倒す準備が完全に終わりました、はい、で最後ねここだけまだ切ってない部分があります、あ、はい、でここを最後僕チェーンソーで切ったらこの木は倒れ出しますんで、そこを切るんですよね、はい、ここだけです、
きっとこう来ません？来ません。このね、まあちょっと映らないですけど、こっちにね、あのくさびっていうものを入れて反対側には来ないようにしてます。なるほど。はい。それが大事なの。こっちには来ないように、向こうへ向こうへ行くように。はあ。いいですか。はい、お願いします。じゃあ行きます。こんなでかいのが倒れるんですか。すげえすげえ、うわすげえ、うわおおおすげえ、なんか迫力、傾いてる、他の木大丈夫、うわおおおお迫力、うわ迫力、うわブラボー、恐ろしい音した、怖っ、すげえ、予定通りです。いやさすがですプロの技。いやそうでしょうけど、はい、予定通りです。あんな狙ったとこに倒せるんだ。これ何メートルか、20メートルぐらいでした。そうですね。重さ、あの音で言うと重さは、重さがさあどれぐらいでしょう。うわどれぐらいやろう。まあ、この後実際対決ということで、緑川さんにはこの木を切り出してもらうんですけれども、50キロ、はい、この今切り倒した木を、なるほど、50キロの重さだろうというところで切ってもらう。なるほど。だからもう和歌山県バージョンのポカポカですね、これ。そうですね。肉の代わりに。牛肉 300g の代わりに。木50キロ。さあ、準備していただきました。はい、はい。じゃあまず僕から。森山さんからいきます。チャレンジします。はい。大体どの辺が50キロなのか。はいはいはい。というのを見てもらって。まあだからこれで、これだけでまあ、どのぐらいの体積、150キロぐらいかなと読みますか。3分の1、3分の 1？ ?50 ってほんまに分からん。大体どんぐらいや。大体ちょっと小柄な女性ぐらいの重さですよね。でもたださ、俺思うけどさ、お姫様抱っこするときとするやん、うんうんうん、たら俺多分これより重そうやない、女の子するとき。お前まずお姫様抱っこしてんの。するとして、すると仮定してさ、ああ、思ってるより重い。確かに。まあでもあっちの方が太いな。はい、ね、こっちの方が太いですね。はい。やったらちょっとこんぐらいでいきますわ。そこでいきますか。はい。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。わかりました。じゃあここでいきましょう。はい。切るときに解除してもらって、はいはいはい、お願いします。はい、行きます。はい、今度は上からです。今まで一回止めていいですか。いいです。何でしょう。めちゃめちゃ気持ちいい、めっちゃ気持ちよかったですよね、はい、うん、めっちゃ気持ちいい、はい、だからこの快感を味わうとなかなか山仕事から、ね、抜けれなくなってくるんですよ。最初ちょっと怖かったんですけど、やってみたらめっちゃ快感ですね。そうなんですよ。もう今50キロとかどうでもええもん。とにかくその辺の切り勝負やこれ。キャベツ気持ちよくない、音とか、あのあれのジャイアントバージョン。はい、見定めて、はい、行きます。おっおっ、どんなもんや。うまい。うわ気持ちいい。めっちゃ綺麗やん、断面。お見事。ね、結構綺麗に切れますね。結構僕筋ええんちゃいます、はい、いやいいですよ、ね、なかなかこれね、下から切って上から切って、うん、これぐらいの段差で合わすのも結構難しいんですよ。ですよね、いや、はい、俺もう和歌山なんで、親がそれなんかのこう体が勝手にそうなったというかね。どこへ叩くな。まあ僕だとぴったりなんですけどね。いやなんで張り合ってくるんですか。そうです。じゃあ俺こっち側でちょっと太い方でいきます。どの辺、ここら辺の勝負した。下手やな。お前めっちゃ下手やな。なんでなんで、な50キロやろ。ここの幅で、ここでいきます。ありますかこれ50キロ。こそんなことすんやん、俺帰るで。お前あんな俺やって、向こうってことですか。ほら、じいさんも慌ててくる。ちょっと予想外やったんで。いや、じゃあ、ここら辺から
ちょっと多分あれよりこっちの重いんで、ね、重いね絶対、うん、ちょっと短めに、はい、俺よりは短めに、そうやな、じゃここら辺ここでいきます、そこらでいきますか、ここらで、さっきね森山さんの時にはちょっとね説明し忘れたんですけどね、何何何説明しよう、じいさん、ちょっと説明しよう、何ですの、これチェーンソーね、うん、特にこの先端の部分、うん、この部分が触れちゃうと、うん、ボンとキックバックって、これ跳ね上がるんですよ、それそれを聞いてなかった教えとくのはダメでしょ、いや多分あの僕の信頼感というんですかね、あ愛ですねそこは、何言ってんのこの人な、はい、まあ、どうもね、行きましょう、はい、まずこれ回避してもらって、はい、でしっかり見てもらって、で全開で下からです、気持ちいい、気持ちいいのよ、どうですか、気持ちいいですね、なんかこれ気持ちいいです、癖になるわ、ほんま癖になるでしょ、ね、入っていく瞬間このグーって気持ちいい、なんとも言えないこの感覚っていうんですかね、確かに、はい、なんかあるから本能で、これが一つ臨機の醍醐味でもあります、楽しいなこれ、これ楽しいね、さあ見事見事切れました、ありがとうございます、じゃあじゃあ、はいはい、重量測ってみましょうか、はい、はい、お願いします、はい、森山からいきます、森山さんからいきましょうか、じゃあ行きましょう、はい、せーの、はい、頼む、ポカポカ置きますよ、はいはい、35.9、 あ、これはもろだな、うわこれやばいかも、全然足らないですね、ほぼほぼマイナー14キロ、はいはいはい、誤差14キロ、これええ感じちゃうか、じゃあそれよいしょこんなことある、 35.9、35.8 まさかの 100g 差、まさかの、すごいな、どこで近似値出してんねん、すごいな、俺勝ちでいいこの勝負森山の勝利、よっしゃー、ズババ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 、こんなに近いんや、さあ今のところですが、はいはい、森山リリーどっちが向いてますか、あのこれ本当にガチでですけどね、はい、この森山さんのこの切った合わせ面ですね、うまい、これがやっぱり見事でした、カンマの人間にできるわけないんだからできるリリーさんのちょっとねこれね、うん、残っちゃったんでね、うまく最後 ね切り落とせなかったっていうのもあったので、ずれてますもんね、はい、今回の勝負では森山さんかなと、よしよしよし、ミスター和歌山林業、さあ場所を移動しまして、うん、ちいさん、ここではですね、うん、和歌山県の、 あの林業の最先端を、最先端、はい、最先端をお二人にまだこれまたワイルドに体験してもらおうかな、いいですね、はい、なんかすごいそそられるな、かっこいいね、男心をそそられるマシンがありますが、まあこれ上空見てください、はいはい、いっぱいワイヤーが張り巡らされてます、はい、ね、気になってました、これ一本一本全部意味あるんですけどね、あ、そうなんですか、これなんていうマシンになるんですか、これはね、ロージンググラップルっていう、かっこいい、かっこいい名前でしょ、ロージンググラップル、はい、初めて聞いた、まあ、和歌山県が一番最初に、まあ、導入して、はい、導入したのが和歌山県一番最初です、はい、今日はこのロージンググラップル専門家、はい、プロを呼んでます、はい、はい、中井林業の中井社長お願いします、あ、社長、社長と中井社長、中井林業の中井と申します、中井さん、はい、中井林業の中井正隆です、親子さんですか、そうです、あ、はい、確かに似てますね、お顔ね似てますね、じゃあ社長さんと2代目だ、若殿と若がね、はい、来ていただきましたけど、これじゃあいいですか、教えていただいて、はい、これはですね、はいはい、上がりますと、これは一旦上まで上がりまして、そしてこれが移動して向こうの方まで、はい、山の先の方まで行きます、で、木があるところに来て、そこでこう下ろして木を挟んで持ち上げてここまで持ってくる、まあ言うたらリアル UFO キャッチャーみたいなもんですね、とんでもない規模の UFO キャッチャーやね、おもろそうやな、楽しそう、
すべてもこのリモコン1台で。じゃあ持ち上げます、はい、お願いします。怖い怖い。うおー、うわー、かっけ、すげえ。男の子は見つけたの、これ。これ男心くすぐるね。これはいいね。いった。うわ、すげえすげえ、早いね。すごいすごいすごい、開いたよ。社長、好きな食べ物どこで聞いてる。今まで見る。あ、そう、あっちか。見た、降り立ったよ。マジ？え、ワカ何を見てるん？ボクシーです。でも位置が多分違うと思うんで、ここから微調整していく。なるほどなるほど。下に下ろして。むずそうやな。ちょっと揺れがあるから。嘘でしょ。技使ってな。ああいう技や、テクニックや。掴みましたんで、ま、あの上に上がります。すげえ。掴んだよ。なんじゃこれ。こんな安定するんや。ここに下ろしますんで。来るぞー。怖い怖い、ちょっと下がってます。来るぞー。気をつけて。ワイルドなマシン。こんなでっかいの挟んでたん。スポット抜けんのよな。降りるぞ。50うまっ。おお、すげえ。お見事。これはすごいわ。すごいわ。あれわざとですか、あのちょっとかけてこう挟むやつ。まあタイミング見て下ろしたみたいな感じです。すごいね。じゃあこっからですね、見取り図さんには、はい、ロージンググラップルでこれを使って対決をしてもらおうか。これはだいぶワイルドマシンやね、使い方。でもさすがにね、今あの若がやったようにあの遠いところのやつはちょっとね、無理無理、なかなか難しいんで、はい、ちょっとこの辺の目の前に見えたある範囲のやつ、はい、この辺のやつをちょっと見取り図のお二人には掴んで持ってくる。舐められたもんですよ。いやいやいや、これ使って淡島から玉ねぎ取ってきてもいいですよ別に。ワイヤー、ワイヤーすごい。届きます。ワイヤーで。まあまあ、じゃああれやるか。はいはい。じゃあリーさん準備いいですか。はい、大丈夫です。じゃあ始めますよ。はい。よーい、スタート。まず上げて。これは一番上まで行った方がいいらしいんで。遅いな。行きます。この速度は一緒。何でもええから気を一本。オッケー。もう最悪下のカメラさんで、はい、で進める。いった。どんぐらいの。あまり。わあ、ああ揺れてるわ。下げる。はい。どうや？この辺でじゃあ開きましょうか一回。開くも。上に上げてもらって。はい。そして今グラップルが開いてる。開いた開いた。狙い定めたんか。で、あとはその角度。はいはい。旋回といって。角度はどれでしたっけ？これですね。下手くそがよ。わあはあはあ、ミスってるわ。これで。いや、木をまだ。完全に掴んで挟んで、ちょっと前の方にあるんでこっちに持ってきたいです、ね。だから一回ちょっと巻き上げたいです、ね。パニックなってますこいつ。はい。もう少しもう少し。お前何やそれ。これでどうしたんですか。ちょっともうちょっと巻き上げましょうか。上に。上だからこう。上げそうです。ちょっとグラップ。お前まさか2本取りするつもりか。これを下に下げる。いった。おはい、これ掴みました、ね、少しだけこれで巻き上げました。手前に行ったさあ、UFO キャッチャーでよくあるけど、はい、ストップストップで、あー、ちょっと挟んでなかったので、ちょっと下ろしましょう。よしよしよし、真ん中を前に倒してください。これむずっ。ゆっくり上がりますね、はい、トップで、掴む、掴んでみてください。日本取りいけるか。お前なんで2本取りすんねん。いけました。さあ2本取り。おー、いったいったいった、これ挟んだやろ。 OK なんでそのままこいつ挟んで。おお、こぼれましそうに2本も取りやがって。これ一番上、もうそのぐらいでもいいです。
来た。こっち向いてきてます。大体のところまで来たら。ゆっくり止めるの無理ですね、これ。ゆっくりレバーを戻していくと、そのゆっくり止めます。おー、悪いね。でこれを羽がないだけよ。下押していってくれれば降りていきます。ゴー。お前何してんの。これ止まらんのよ。はい、 OK です。それで開いて開くまでですよ。はい、そこまで、はい、OK です。いや、これ難しいよ、思ったより。はい、ただいまのリーさんの記録は、はい、4分16秒78です。おー、これって基準分からん。まあ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 ね、まあまあ良かったです。これどうですか。まあ初心者ですね。初心者。まあそれは初心者ですからね。よーい、スタート。これはアホやな。あ、上まで行かんと揺れるから。はい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 、そろそろグラップルを開いておきましょうか。お、いい感じですね。これは速いかも。はい、角度振り子をうまく使ってます。この角度合わせて、この揺れと落ちるタイミングを合わせて。おお、うまい。うまいぞ。なんか狙ってたやつが。うまいぞ。はい、戻っといて。こっちに来るときちょっと気づいてください。はい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 。うわあ、ワイルドやで。うわ。ここ怖いのよ。わ、ちょっとずつ下げてます。7、10、9、8、7、10、7、10。お見事。早かったね。これは早かったでしょう。ただ今の森山さんの記録は、はい、いったでしょう。2分34秒72です。ってことは森山の勝利。もう林業やん俺。でも俺こそ林業やん。さあちいさん、うん、はい、今んとこ、どっちが林業に向いてますか。これがね、タイムは森山さんだったんですけどね、はいはい、僕はあのリリーさんの2本撮り、2本狙いね。たまたまや、狙ってました2本。あれがね、ちょっと僕の好印象というかね、頭にやっぱり脳裏に焼き付いて離れなかった。2本はなかなかいけないですよね、はい、審査員の印象が良かった。ほら若者、ね、ってことでやはり今回のこの対決はリリーさんの勝利です。わからんってタイムや言うてたよ。若のおかげで。若挟んでこの人。挟んで持って行って向こう持ってってワールドやで。何これすごい。そうなんや、ほんまにすごいよ本当に。チェーンソー出てきた。早いな。怖いね。お、最高やほんまに。ワイルド、マジで最高。ワイルドでしょ。ワイルドですね。